はい、こんにちは、116インズです。今回もオフシーズンの話をしていきたいなと思うんですが、昨日ボストンレッドソックスがパドレスから FA となっていたギャレット・リチャーズと1年総額1000万ドルの契約で合意したと報道されました。で、当初は1年契約のみとの報道だったんですけれども、その後この契約にはオプションがついているということが判明しまして、2022年のオプションについても2021年の年俸と同じく1000万ドルということです。で、このオプションに関してはどれだけ額が変動するのかわからないんですが、21年のリチャーズのパフォーマンス次第ではオプションの額、それからオプションを破棄するためのバイアウトの額もちょっと変わるみたいなんですね。レッドソックスは先日マーティン・ペレスとも再契約を結んで着実にローテーションを埋めているような状況なんですが、同じ地区にレイズ、ヤンキースがいて、でさらにブルージェイズが補強を続けている中で、レッドソックスの置かれた立場というのはなかなか苦しいものがあるんですけれども、それでも来シーズンの戦いに向けた準備を現在着々と進めている状況です。今回のリチャーズの契約に関しては個人的には結構いい契約をもらったなと思っていまして、まあ後でも話しますけれども、リチャーズは結構怪我の多い選手なので、単年契約とはいえまさか1000万ドルもの額をゲットできるとは正直思っていませんでした。ではどうしてレッドソックスが1000万ドルもの大金を出したのかというところも含めて今回は話していきたいなと思います。ではまずは簡単にこのリチャーズという選手をご紹介したいなと思うんですが、昨年までの2年間パドレスでプレーしていまして、昨年は14試合に登板してうち10回が先発だったんですけれども、防御率 4.03 という成績を残しました。で、パドレスでプレーする前はエンゼルスでプレーしていまして、特に2014年それから2015年はチームのエース格として非常に活躍していた選手です。2014年は13勝、防御率 2.61、 翌2015年シーズンは防御率こそ上がってしまいましたが15勝、それから200イニングも達成し、チームのローテーションを支えるような活躍を見せていたんですけれども、ただそれ以降は怪我に非常に悩まされまして、2018年にはトミージョン手術を受け、その影響で翌2019年も3登板ということになっています。リチャーズは直近5年間で41先発しかしていなくて、まあこれ年平均にしますと大体8回ということになりますよね。MLB の先発ローテーションは5人で大体回すんですが、そうなると中4日で、まあ、5日に1回出番が回ってくるという形になるんですけれども、そのペースで考えますと1ヶ月大体5回から6回出番が回ってくることになりますよね。で、このリチャーズの直近5年間の年平均8先発というのは、だいたい1ヶ月半ぐらいの先発回数に相当しますので、まあ、リチャーズは直近5年間で、どのシーズンも平均して1ヶ月半しか稼働していないという、大変怪我による離脱が多い選手となっています。昨年は久々に、まあ、短縮シーズンではありましたが、大きな怪我なく1年間プレーすることができましたが、それでもローテーションのメンバーとして1年間健康に活躍してくれるかどうかという意味では、ちょっと計算が立たないピッチャーなのかなという印象ですね。で、こちらが近年の彼の怪我の詳細となるんですが、結構重い怪我を負っているんですね。2014年は8月にベースカバーの際に膝蓋靭帯を損傷してしまって、この影響で手術を受けることになり、そこまでキャリアハイのシーズンを送っていましたが、残りのシーズンを全休せざるを得なくなってしまいました。で、2015年は200イニングを投げ健康な1年を送ることができたんですが、2016年の5月に右肘の内側側副靭帯を損傷してしまって、通常だったらトミージョン手術が必要となるところなんですが、幹細胞療法を受けて早期復帰を目指したんですが、結局治療に専念するということで残りのシーズンを全休。2017年に復帰することはできたんですけれども、復帰して早々に上腕二頭筋の違和感を訴えまして、ずっと違和感が残るような状態が続いた結果、9月まで復帰できないという状況になってしまいました。で、そして迎えた2018年は再び右肘の内側側副靭帯を損傷してしまいまして、今回はトミージョン手術を受けることとし、この結果2018年の残りシーズンと、それから2019年シーズンの大部分を棒に振ることとなってしまいました。ということで、ここまでがリチャーズの怪我との戦いの歴史となるんですけれども、これだけ怪我の多い選手だったらなおさらなんで1000万ドルもの大金をゲットできたのかというところが疑問になりますよね。似たような契約ですと、先日ヤンキースがコーリー・クルーバーと1年総額1100万ドルの契約を結んでいましたけれども、この契約と100万ドルしか変わらないわけですよね。クルーバーは来季が35歳のシーズンに対して、リチャーズは来季が33歳のシーズンと、年齢面では2歳アドバンテージがあるんですけれども、ただクルーバーはこれまでサイ・ヤング賞に2度輝き、またキャリアを通じて200イニングを投げた年が5回もある、先発投手としては非常に実績のある選手です。なので、ヤンキースがクルーバーに対して1100万ドルを投資したくなる気持ちは
復活の可能性も考慮しますとまだ理解ができるんですが、ただリチャーズに関してはそういった賞の受賞歴は一切ありませんし、また200イニングを達成した年に関しても2015年の1回のみで、ここ5年間に関しては規定投球回に達するどころかローテーションもほとんど回せていないようなピッチャーとなっています。そう考えるとやっぱり1000万ドルはすごく高く感じるんですが、それでもレッドソックスがこのリチャーズに対してこの額の投資をしたのは、リチャーズが投げるボールが特別で、うまくいけば2014年のエンゼルス時代のようなエースクラスのピッチングを見せてくれるんじゃないかという期待値が非常に大きいのではないでしょうか。実際彼が投げているボールはエースクラスと遜色のないボールとなってはいるんですよね。投球の8割以上が速球とスライダーで組み立てているんですが、だいたい決め球には縦に鋭く落ちるスライダーを使っているんですが、このスライダーの空振り率が昨年は約 40%、 非常に空振りを奪える球種となっていますし、またフォーシームのスピン量も2626回転で、これは昨年最低150打席以上では MLB 3位という非常にスピンの効いた速球を投げるピッチャーなんですね。もちろんスピン量に関しては多ければいいとか逆に少なければ悪いとかそういう話ではないのは理解はしていますが、ただリチャーズクラスの回転量となりますと平均的なピッチャーの回転量からの乖離が大きくなってきますので、まあ、それだけ他のピッチャーにはないボールを投げることができているとも言えると思うんですよね。昨年のフォーシームの成績に関してはものすごくいいというわけではないんですけれども、ただ平均で 95.1 マイル出ていますし、リチャーズが健康でいればという前提条件はあると思いますが、レッドソックスはこのあたりをうまく活かす自信がもしかしたらあるのかもしれませんね。さらに昨年は使用割合が 7.5% と割と少なめではあったんですが、カーブの回転量もこのリチャーズというピッチャーは MLB でも屈指のものを投げていまして、昨年の3299回転は最低150打席以上のピッチャーとしてはこちらはなんと MLB トップ。もしかしたらカーブという球種を聞いて多くの方は緩いボールを想像されるかもしれませんが、このリチャーズのカーブに関しては球速も80マイルぐらいは出ますので、非常に鋭く縦方向に変化するのが特徴的なボールとなっていますね。回転量の多さのおかげか彼のカーブの縦方向の変化量は MLB でも屈指の部類となっていますし、昨今はバッターたちがどんどんフライを打ち上げようとしている中で、これだけ縦変化の大きいカーブはゴロを量産するのに使える球種となると思いますので、キャリアを通しても使用割合は 10% 前後とあまり使ってはいないんですが、もう少し使ってみてもこちらも面白い球種かもしれませんね。こういったエースクラスに匹敵するようなスピン量の多さがレッドソックスとしては今回1000万ドルを投資する一因となったのかなと思っています。あとは打者有利なフェンウェイパークとのフィットも良さそうというところもチームとしてはプラスかもしれませんね。リチャーズは通算のゴロ率が 51.6% と非常にゴロを打たせるのが上手いピッチャーとなっていまして、まあ、最近はおそらくツーシームを減らしてきたせいかこのゴロ率が年々下がっていまして、昨年に至っては 40.1% とキャリア最低の水準ではあったんですが、キャリア全体を見渡せばリチャーズはゴロを打たせるのが上手いピッチャーなのかなと思っています。でそこに先ほど説明した通り縦方向に鋭く変化するカーブも持っていますので、長打を抑える力は十分持っているピッチャーなのかなと思っています。バッター有利なフェンウェイパークでピッチャーが生き抜くために必要な要素を持ち合わせた選手だと思いますので、そういったところもレッドソックスとしてはプラスに評価して今回の契約に至ったのかもしれませんね。どうしても健康問題はつきまといますので、ここまで説明してきた要素すべて含めてもやはり期待値が先行した契約であることは否めませんが、チームとしてはエースクラスのパフォーマンスを期待しているのではないでしょうか。あとは夏場にコンテンダーに転売することも見据えての獲得かなとも思いました。こちらがレッドソックスの来シーズンのローテーション候補となるんですが、まあ、夏場にセールが復帰すればなんとか戦えそうなローテーションではあるものの、やっぱりちょっとコンテンダーにしては物足りないローテーションではありますので、夏の時点で成績を残している選手をトレードする可能性は十分あるんじゃないのかなと思っています。特にレッドソックスの来年のローテーション候補の中にはリチャーズの他にもロドリゲス、それからペレスと契約が来季限りの選手が3人入っていますので、この中で活躍している選手を売り出すという可能性はやっぱり十分あるんじゃないのかなと思っています。であればイニングを食うタイプの選手よりかはエースクラスあるいはエースポテンシャルを持った選手の方がトレード市場で価値を持つ可能性があるかなと思いますので、そういった意味でリチャーズを選んだのは全くおかしくはない選択なのかなとも思いました。結果の振れ幅が非常に大きなピッチャーだと思いますけれども、来年の今頃レッドソックスはこの1000万ドルを回収できているのか、はたまた完全にドブに捨ててしまうのか、レッドソックスの投資はどう出るのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。